ここにメソポタミアというチグリス・ユーフラテス川の流域に西アジアのいろいろな地区の産物がどのようにこうもたらされているのかということを示しております。このように活発な物流によって農業牧畜を基盤とする社会に活発な物流という要素が加わり、宗教の変革という要素の3つが揃ってメソポタミア文明の成立がなされたと考えられております。このような経緯の中でメソポタミアの文字は世界の他の地区の文字よりも経済と関係する部分がかなり多くなったのではないかと考えられます。西アジアはこのような形で農業が始まり文明社会に至ったと考えられます。以上です。